こんにちは。みーです。みなみです。お願いします。お願いします。今日は何でしょうか。もうなんか構えてるよね。今日は何でしょうか。みーさんが言うことなんてね、しょうもない、しょうもない、しょうもない。今日もしょうもないって思われることかもしれないけど、今日はちょっと、やだ。まだ言ってないじゃん。今日はちょっと、キーボード調査。携帯の？うん。ちょっと待って、無理かもしんない。無理かもしんない。でもキーボードだからね。別にネットの検索とかそういうのじゃないから、ちょっと検索はさすがにちょっと、そうだね、ダメだよ。それもダメ。と思って、キーボードのなんか変換、履歴みたいな。あるね。履歴残るじゃん。うん。どんなことを普段打ってるのかなっていうのが気になって。ああ、そういうこと？それをちょっと調査してみたいと思います。大丈夫か不安なんだけど。大丈夫、大丈夫。ということで早速スマホを。ちょっと、本当にそういう感じ？うん。やっぱしょうがないこと。ピコン。ということで、はい、まず、最初に、あ打ってありがとうが出てきたら、なんかえみんな見てよ。あを打って、ありがとうが出てくる人は、なんかいい、ああ、そうだね。なんかあるじゃん。ある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 。あすごい、ありがとう。ありがとう、一番最初に出てきた。すごい。ありがとうだわ。どういうこと？ガンガンってどういうこと？私そのキーワードとガンガンっていうのがつながんないんだけど、どういう時に使うのそれ。何の時に打ったのそれ。わかんないよ。ガンガンが良かったんだ。ガンガンが良かったんじゃないその。あ、多分ガンガンするよみたいなのあるかもしれない。誰かに何と私ガンガンするよ。え、でも人にねちょっと記憶がマジでないのよ。え、でもありがとうね出たね。まあ、まあ、ありがとう一番最初だ。ありがとう一番最初だった。じゃあ、うん、これなんか指定する方むずいの。確かに。け。け？うん。け。けど結構やってけ好きでさ。それがまず一番難しい。ギリギリってあじゃあけ。わかんない。わかんない。この言葉は私初めて聞いたよ。え、これ四文字熟語？え、知らない。打とうとして間違ったのか。打ってないやつも出てきたりするじゃん。あ、そうそうそう。使ってないやつも。そういうこともある。そういうパターンかも。結構。結構。飲むんだ。わら。あ、そうだよね。あ、こう続けていくのは割と面白いかもしれない。うん、だから何なんだろうなと思って気になっちゃったよ。じゃあ、うん、しますしたいエッチ。千葉ちょっとちち。
超騒動。めっちゃびっくりしたんだろうね。だってわざわざ文字にしないもんね、超騒動なんて。ロはロ、これ何？ろうそく。ろうそくとひらがなろうそくなんですよね。こちら漢字のろうそくは、ろうそくってある意味で利用利用と説明。アナログと最新技術の組み合わせは。あら、私もそこでは妹説明会 で、ある意味では妹説明会。めっちゃリモート説明会したい。ろうそくでもいいし願望でもいいし。いやでもやっぱあるガンガン気になるな。それぐらい、うん、まあまあそれぐらい。いや、代わりに見るよ。みなみちゃんだけど、それだと。いや、まあ、なわけがない。やろ。やろ。じゃあ、行きましょうか。急に、急に、ハキハキし始めた。行きましょうか。じゃあ、まず、ありがとうって言ったら、いい人なんだっけ。いい人？なんだ？なんか人としてみたいな。じゃあ、赤で行きましょうか。ちょっと待って。怖っ。あ。ギリある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 。あげることにすごい。なんかこの辺は友達となんかセブンイレブンのカレーパンめっちゃうまくない？ああ、うん。でも最近そのカレーパンどこのセブン行っても置いてないの。あ、そうなんだ。ホットスナックのとこにあるやつなんだよ。うん、だからいや買われるの分かってんだからあげてみなさいよみたいな話をずっとしてた。あ、じゃあまあありがとう、ギリあるってことで。ありがとう、ありますよ。お。いいじゃん、おっぱいいいじゃん。これも私じゃない。これも勝手に。このもっと言って、ね、おっぱい全然。いや、それは使ってたことない。そこまでは使ったことない。け。ねえ、何その話、その文字、何その文字。これは、うん、そのさっきのあのカレーパンとかの友達、うん、と何々食べました、うん、食べましたのね。あ、そうそうそう、ゲップするぐらい食べたよっていう時に、うん、なんかこのゲップをつける。せやっぱりさ、多分カレーパンないよこれは。それさ、でもさ、ホールディングスでさ、うん、ひとまとめでさ、打つことってある？ある。この前打った。あの、だからセブンアイホールディングスの、 あの緊急会議に参加するから。カレーパンをいっぱい置いとけっていう。カレーパンに取り憑かれてんの、もしかして、うん、めっちゃ美味しいよ、ほんと。食べて、食べてみるね。ち私灯籠だったのに、こっち白なんだけど。ちょっと違ったね、ちょっと違ったね、真逆だった、真逆だったね。わせつ行為、わせつ行為、わせつ行為、お。あ、続き。なんかツイッターでニュース見て、わいせつ行為のニュースを見たの、うん、で何までしたらわいせつ行為になって、何までしたらなんか行為、本当にちゃんと行為までしちゃったみたいな、うん、それを調べたの。あ、そういうこと。それがわいせつ行為。おうしましたはたまたまくっついたとか。それはもう何か行動の行為はない。違う我慢できなくて、我慢できなくて。やばいし、本当にやばい。じゃあみってやって、みやってないよね。あ、確かに。みってやって、みなみが出てくるか。そうだね。み。これ出てこなかったらどうしてでも。
みなみ出てこない。みなみ出てこない。なんかちょっと犯罪チックなさ、言葉。違う。だからみなみの声も一緒に調べてた。そういうことか。じゃあもう、みさんはあれなんだね。カレーパンか、わいせつ。わいせつ行為か、どっちかしか出てこない形態になっちゃってるって、ね。そうだね。今んとこね。今んとこは。まあでも、みなみちゃんの、なんか、アナル考えてた。なんか、それも、それだけどね。で、リモート会議。リモート会議。リモート説明会。リモート説明会。リモート説明会。めっちゃしたかった。でもたまにやったら面白いかもね。また何か忘れた頃にまた調査したいと思います。逆に私が仕掛けるわ。では、はい、この動画が緩かったらチャンネル登録、高評価、コメント、リモートリモートあとお互いの SNS のフォローもよろしくお願いします。お願いします。この女性やばい女にさせてます。させてます。あ、ではまたね。バイバーイ。バイバーイ。